はいどうもみなさんこんにちは。クラクラチャンネルのケイスケです。今回は私ケイスケ、ホグライダー以外の陸ユニットもホグライダーみたいにあの飛ばせてあげたいなと思ったので、今回はですね、いろんな検証を行ってみました。まずはこれぐらいの壁、ホグライダーを出していくとジャンプしていくんですが、まあ、よーく見るとこれ歩いてるんですよね。ちょっとがっかりですね。やっぱりホグライダーイコール壁を飛び越えるっていうイメージだったんですけども。 さすがにこれだけ壁が固まっていると、えー、ホグライダーたちは壁の上を歩いていきます。なので今回はですね、えっとジャンプなどを打ちまして、果たして他のユリクユニットは壁を歩いていくのか検証していきました。はい、ホグライダーも全滅いたしまして、それでは続いてのリプレイ見ていきましょう。はい、続いてのリプレイはですね、えっとジャンプ3つ打っていきます。ジャンプ3つをこんな風にポーン、ポーン、ポーンと打っていきまして、そしてジャイアント出していきます。 果たしてジャイアントは歩いていくのかはい。はい、こんな風にですね、歩いていくんですね。やっぱり最初から最後までしっかりとジャンプがかかっていると、えっと、ジャイアントたちはこんな風に歩いていきます。なので、クラン対戦でこういった配置がありましたら、ぜひともお試しくださいませいや、ないか。いや、ないんですけれども、まあ、ぜひぜひ、まあ、機会があったらやってみてはいかがでしょうか。はい、ジャイアントどんどん出していきまして、はい、進撃の巨人でございます。はい、もう、全然ですね、壁なんか意味をなしておりません。 ジャイアントやっぱ皮膚が厚いんですかね結構トゲがあるんですけれども、紫壁とか、あとドクロ壁も結構トゲとかあるんですが、しっかりと渡り切って、こんな風に横断してくださいました。そしたら続いてのリプレイ見ていきましょう。続いてはですね、ジャンプ1個打ってみます。ジャンプ1個打って、果たして反応するのかはい、やっぱり反応はしないですね。えなので、あの、クラン対戦皆様経験あるかなと思います。 しっかりとですね、最初から最後までかかっているっていうのがですね、やっぱり条件になってきます。はい、こんな風にジャイアントも渡っていきまして、ついでにゴーレムを渡っていきます。こんな風に、のっそ、のっそと、細いですね。細、ゴーレム。はい、ゴーレムがやっとですね、渡りきりまして、はい、エアスイッパーに攻撃を始めていきます。えー、なのでですね、やっぱり最初から最後までジャンパーしっかりとかけてあげましょう。はい、そしたらですね、続いてのリプレイ見ていきたいなと思います。 続いてはですね、ジャンプの効力が途中で切れた場合、どうなってしまうのか見ていきましょう。はい、ジャイアント渡っております。そして一番奥のジャンプの効力切れてしまいました。しかし、ジャイアントは渡っていく。はい、こんな風にですね、決して壁の中に埋もれるっていうことはないんですね。で、不思議だったのが、あのー、最後のジャンプが切れた後に出したジャイアント、あの、渡るジャイアントと渡らないジャイアントと、あとゴーレムもですね、渡らなかったんですけれども、 これがですね、ちょっと不思議だなと思いまして、この後も何回かやったんですけれども、えっと結構ですね、渡るジャイアントと渡らないジャイアントがいました。これちょっとどういうことなんでしょうわかる方がいらっしゃいましたらコメントでお願いいたします。はい、そしたら続いてのリプレイ見ていきましょう。続いては、バーバリアンキング、スケトラは追いかけてくるのか検証してみました。はい、ジャイアント出すんですが、はい、スケトラとババキン固まっております。我が子を見守るようにですね、しっかりとジャイアントが渡りきるのを待っております。 そして渡り切った後に殺しにかかります。さっきまで見守っていたのに一気にですね、ジャイアントを処理しにかかります。はい、こんな風にジャイアント処理していきました。で、続いてですね、ジャイアントもう一体出していきます。あ、壁の上で攻撃すんのかなと思ったらですね、まさかのすれ違うんですね。はい、こんな風に素通りいたしまして、で、ジャイアントがしっかりとですね、また渡り終えた瞬間に、はい、殺しにかかります。 はい、こんな風にですね、やっぱりですね、壁の上だとターゲットを取らないんじゃないのかなといった推測ができますね。はい、そしてですね、ジャンプの効力が切れてしまったので、ホグライダーを出していきます。そしてババキンが全然追いかけてこないんですね。はい、こんな風にホグライダーが到着してスケトラが追いかけていくんですが、ババキンは追いかけてきません。でもう一体出していきますが、はい、全然追いかけてこない。 やっぱりサンダルとかだと危ないんですかね壁の上歩くの。はい、こんな風にですね、どんどん出していくんですが、全然追いかけてこないんですよね。で、そしたらですね、急に、えババキンがですね、はい、急にやる気スイッチ入りました。え、やる気スイッチが入って、急にですね、ホグライダー追いかけてきまして、はい、こんな風に、あの、ホグライダーいなくなりました。そしたらですね、中途半端に渡って、え戻っていきます。しっかり横断はしないんですね。 えこんな風にですね、横着で中途半端に渡ってえ自分の寝床に戻っていきますそしたらババキンとスケトラはまあ分かったので続いては防衛援軍はどうなるのか見ていきましょうまずはですね、防衛援軍を釣っていきますはい、こんな風に釣っていきましてで、ついでにスケトラとかも解除していきましてで、こんな風にちょっとずつですね、防衛援軍をまとめていきますで、しっかりとですね、ここからまとめていきましてで、まとめ終えたらボグライダー今度は出していきます はい。まとめを置いたので、ホグライダー投入していきます。そしたらどうなるか。はい。やっぱりですね、スケトラと同じように、しっかりと見守って降りた後に殺しにかかります。はい、こんな風に。もう慣れたんですが、クラクラのユニットって防衛の時だけ壁を飛び越えてやる気見せますよね。あの、やっぱり攻めの時も壁飛び越えるぐらいにやる気見せてほしいかなとは思います。そして、ここから注目でございます。はい。すれ違いざまにホグライダーをバルキリーたちが攻撃したの分かりますかね あの、本当にすれ違いざまにバルキリーやスケトラが攻撃いたしまして、ちょっとですね、ホグライダーの HP が減りました。これどういった AI なんでしょうかね。あの、やっぱり壁の上ではターゲット取らないけど、でもすれ違いざまにユニットとして感知して攻撃をする。面白いですよね。やってることはまあ通り魔と変わらないんですが、まあなかなか面白い動きだなと思いました。もう一体出してみましょう。はい、出していきました。花歌山頂やはず斬り。はい、こんな風に処理していきました。 なので、ジャイアントやホグライダー以外のユニット、例えばバルキリーやヒーローだったらですね、あの壁の上ですれ違いざまに攻撃しちゃうんじゃないのかなと思ったので、ちょっとですね、検証してみました。まずはこんな風にですね、援軍をしっかり釣っていきまして、で、ここからですね、はい、ジャンプを打っていきます。ジャンプを3つ打っていきまして、そして、えー、ジャイアントでターゲットを取って、その後にバルキリー、ネクロマンサー、ヒーローたちを投入していきますが、はい、出したところで止まってるんですよ。 動かないんですよね。で、そして降りてきたところで攻撃を始める。これはちょっと意外な動きでしたね。全くですね、リングというものを無視しておりまして、しっかりと降りてきたところで攻撃。で、注目なのが、あのー、リングの上で、はい、あちゃく黒く発動いたしました。発動して降りた瞬間にアーチャーが発生するといった AI になっております。これも結構面白かったですね。そうですね、やっぱり壁のないところじゃないとアーチャーたちは生み出されません。 それでは続いて見てみましょう。続いては、もう援軍釣らないで、そのままバルキリーやヒーローたちを突っ込ませていきます。そうすると、援軍が反応して、壁の中に向かっていくんじゃないのかなと思ったので、やってみました。はい、ヒーローとバルキリーを投入しました。で、援軍出てくるんですが、向かっては来ません。で、降りてきたところで、はい、場外ランド始まります。やっぱりリングの上で戦わせるっていうのは無理でしたね。はい、そんな感じで、今回はですね、壁の上を歩かせてみた、お送りしていきました。 それでは次の動画でお会いいたしましょうバイバイ